おはようございます。時刻はジャスト6時。今日は野谷庄司山と見せかけて大倉山猫岳の北側にありますね。はい、行きましょう。今日はね、村っちとね、タマさんとね、ジャッキーとスキーは初ですね。それではね、やっていきますね。今日も一日頑張るじゃん。すごい大変よ。暑い。はあ、よし。え？ああ、疲れた。2時間ぐらいかな。あと200メーターぐらいかね。大社さんで滑るもいたけど、でも今年は何度も滑ってた。他に行くことも。大社滑ってた。大山のクライムグライドのあんねん。あんねん。あの、あれよ。ファイントラックのあのページに確か載ってたわ。ファイントラックたまに載せてるやん。よくわからない。長いな。マジで ?2 時間ぐらい行けん。残地です。行きましょう。え？相当うまいよな。キム煽れるぐらいやし、相当うまいやろな。うん、間違いない。9時半。9時半、まだ9時半ですわ。なんか、残地よし。OK、行きましょう。ああ、暑い。なんかライトとか見てもああっていう感じですけど、最近はちょっと興奮感で。はい。あ、冬毛まだですか。冬毛も僕も何年も見たくなくて、去年初めて春ぐらい。おい、村っち。なだれ起こすなよ。うん。10時24分。標高2250ぐらい。撤退じゃあ。こんなゴミみたいな。無理や、滑れん。なだれてるし。対戦ありがとうございました。ま、村っちあんだけ煽ってたし、よっぽどうまい滑りに見せてくれるんやろな。期待してるわ。ええー。だってあんだけ、いや、俺いけるし、みたいな雰囲気出してたからさ。あ、もうだから。出た。ね、昔はうまかった。どうしてか、どういう集まりですか。いや、別に集まりってほど集まりじゃないんだよね。はい、なんか。国軍団よりポンコツってこと。なんか忘れ物したとかそういう、はい、ポンコツなエピソードを、はい、そのステッカー持ってる人に話して、はい、認定されるとステッカーがもらえるっていう、はい、そういうこと。そういうだけの国軍団ってある意味ポンコツやから、遅刻してる時点でポンコツやから。叩くもん。どうですか、反応です。うわ、出た。腕はこの辺で、この辺に。あ、もう。あ、下で今ずれた。あ、下でずれた。なんか、ここずれてないかな。あ、ここで一回、やったね。
上行くだけか。うん、ちょっと下の氷の層が下もちょっとずれたな。ここ、え、この辺りも引けなかったか、うん、でも引っ張っても動かんぐらいか。ここかな、ここか。上はそんなに結合悪そうじゃないけど、ここにもなんかクロスタル、なんかベーシックセーフティーキャンプ実践編、実践編先生もね、あの覚えてるし、新しいうちにやりましたそうだね、そうだね。もうちょい離れてほしいんですけど、いや、あんま離れると危ないから。フォルムが最小限になります。でもさ、さっきの話やけどさ、うんこが、その土がどうとか話してたや、うん、バナナの皮さ、分解されるまで数年かかるらしいです。何年かかる？まあなんか何年間かかかるらしいです。そんなかかるんだ。って聞いたことある。なんか、うん、どっかでなんか書いてバナナの皮、じゃバナナの皮は捨てちゃいけないですね。そう、野外に。そうだから沢でバナナ持って行ってポイってやってるけど、うん、多分数年かかるである、完全に。え、皮捨ててる人いるの？バナナの皮そこにバナナの植生ができるわけじゃん、皮なんか捨てたところ。ブッシュ出てきた。掘りすぎてないかな。染めよしのも全部差し入れ。聞いてる俺の話。え、何？染めよしのも全部差し入れ。そうなの？差し木なの？あれ、あいつら自分ら同士でエッチしても子供できへんらしいで。あ、じゃあ人間の手がないと。で、全部増やされてるやつ、国内。なんでそんな進化をしてしまったんだやろ。大場見だけのさ、え、大場見だけのさ、大場見行くさ、大場見だわ、大場見沢ってあるやん。あるある。あれって難しいよな。知らんけど。あ、なんか途中ちょっとややスティップって言ってた。やろ、絶対行かんとこ。知り合いが言ってたけど。かって話。俺も平沢でいいやんと思ってたけどさ、うん、なんか大場見沢がどうとか言い出したからさ、いや俺難しいの無理やからってめっちゃ言いまくってさ。千穂さんに合わせると大変かも。そうだから、いや俺はもう無理やから、もう簡単なとこにしてって言って、もう平沢ぐらいじゃないと無理や。皆さんが簡単なのかっていうのは議論が山っぽいのがある。いや、名前あ、名前すべてあ、下手ですすべてみたいな、はい、私はあんま広っぽんない、ジャッキーさんブログとか やられてないですか。あ、僕はもうインスタとツイッターと山レコ、はいはいはい、ちゃんとした記録は山レコで、はい、そうな、みんななんかやってんねんな、俺なんもしないよ。めっちゃやってるよ。めっちゃやってる。一番やってる、一番やってる。この二人ツイッターで知り合って、あ、そう、やることが多すぎてさ、どれをどれ分かる。もう最近山レコはサボり、真面目に書きたいんやけどさ、プレミアムじゃないとさ、写真6に登録できへんからさ。あ、枚数制限あんか、うん、あのヘリ飛ばす飛ばさないは別に飛ばすはず、うん、ここは別にもうヘリ関係なく飛ぶわ、どっちみち。あ、まあそもそもね、警察のヘリで、ここヘリヘリっつっても、まあ、民間のヘリなんてやってんのかあんの。結局さ、ほぼ何機で選ばれへんからさ、その時飛ばせるやつが勝手になんか飛ぶみたいなノリじゃん。保険金に関して言うと、あれ入ってるもんな。保険金とか遭難、二郎も結構出るんやって。うん、出る。お、はい、金がどこっていう。まあでも残された人がこれその数百万の捜索費を払う払うの結構大きいやん。あ、いや、だからその払えるっていう能力がある証明にしかならないんだけど、でも入っとかなきゃいけないんじゃない。入っとかなきゃいけないことはないけど。あ、そうそうそう。いや、でも結局私は数千万持ってるから大丈夫ですって言ってもさ、うん、誰も信じられないから、ちょっと売れってなるじゃん。うん、あ、そんなこと。汗かかないとね、本当インナーだけでいけたりする。うん。汗しかかかんけどな、俺は。かき汗、今日かき汗の人です。うん。怖え。すべてが怖い。急に見えるな。急に見えるなじゃなくて急やん。これふわふわやったらさ、トップ雪でふわふわだったらいいんだけど、引っかかったらな、だるよな。ゆっくり下ろ。
金の調子か知らんねんけど。11時18分残地よし行きましょう。乾杯で尾根沿いに行くか、はい、ちょっとだけこの沢降りて、はい、まあ尾根に乗り上げるか、うん、登り返するかっていうパターン。乾杯で尾根沿いに行くか、はい、ちょっとだけこの沢降りて、はい、まあ尾根に乗り上げるか登り返するかっていうパターン。沢の方がちょっと楽しそうだから、うん、そこまでは俺尾根で降りたいわ。どこまで？そのなんかちょっと見えるとこまで。逆に沢に、うん、この辺が沢に入る。そこ見えてないよな俺今。あ、もちろん前です。ここから適当にワンチして滑って、はい、いや、行けるんだけどどこで乗り上げようかなっていう。あー、乗り上げがちょっと最後急ですね。キュッと。なるほど。綺麗に。俺はそこまで尾根で行ってそこをトラバースの方が良かったわ。あ、そっちが行けるってこと？そう。そこってそのままトラバースできるん？じゃあ俺そう行くわ。俺そっち行って行ける？行ける行ける。はい。こけずに越えた。きつかった。なんとかこけんかった。耐えた。あ、下から見えてた？ちょいちょい、うん、こんなもんよ。上出来よ。いや、安全に下れるのが一番か。いかにこけないかやから。俺は上出来よ。そう、こけないのは大事。じゃあまあ綺麗とかじゃないね。それを俺は求めてない。いかに安全にこけずに行くか。
それでいいのよ、それで。いやいや、俺そういうあのスティープ教じゃないから君みたいにそういうのないから。あ、俺今これ手段やから、下山の目的じゃないね。せめぎ合いじゃない、そこ。いや、せめぎ合いではない。安全を取るため。いや、それはもう そっちを求めてる人は滑走に重きを置いたらいいだけで、俺は今手段でしかないから、その上でちょ、まあ、気持ちいい滑りができたらいいぐらいなだけで、うん、あー、めっちゃ汗かいた。ある、動いてないけど力がめっちゃ入ってるから。あー、怖かった。あー、怖かった。なんかすごいやっぱ光景になっちゃう。タモさんやっぱ安定してよ。知らんのに初めて見たやろ。やっぱとか言って初めてやろ、自分。やっぱ違いました。安定してそうかな。かもうブレーンも上半身がすごなんかぬるぬる動いてる。あれででもなんかツリーラン苦手とか言うからな。本来なんか効率のいい滑りしたら、うん、運動量ってほとんど、まあ力が入ってないからその結局ブレーキとかかけて、うん、なんか変な力入って、もう最たるものが俺がそれや。ってことはもう効率が悪いってことや。まあそれはそう、効率っていうか無駄な力が入ってるわけやからな。ええねん、それで。ツリーランやろ、任して。いや、変わらん。いや、全然変わる。アニメ変わる。あそこと、いや、ま、ツリーランっていうか、これと、気持ちが全然ちゃうもん、俺。傾斜がないや、まず。そっちに比べて。まあまあまあ、それだけで俺、メンタルが違う。はい、おはようございます。いや、ビビりますね。思ったより狭かったやつ。俺、おしっこちびったもん。うん、あそこ上からだとなんかもう、じゃあ俺が偏差値ガッと下げてるからもう無理です。いや、俺前行くとさ人を取られへんから。あかんわ。あー、やばい。左方向、方向。まだこけてないぞ。まだ転んでない。足が、うわっしゃ。
こんにちは。うまいって言ってたの。ちゃんと取っといたね。俺にはこれぐらいだと思う。ずっとこういうのやったらいいんだけどな。じゃあ、初。猫だけの手前の手前の手前らへん。帰ってきたよ。
疲れ様でした。それではね、完走した完走やっていきたいと思います。完走した完走。もうただただクソザコでしたもん。ただただ、ええ、俺の方がクソザコやった、ごめんな。いや僕滑りクソザコで。いや、ガンちゃんの方が圧倒的にうまかった。絶対思ってない。いや、ほんまにそれはうまかった。ターンがうまかったっすね。いや、ターンしてない俺ほとんど。完走してないですだけど、完走してない。いや、猫だけ山頂。さよなら、大津山もね、ステージ上で見れたって。が悪かったから撤退でした。まあそれはないんだけどな。そんなわけがないんだけどな。隣のゲレンデ行ったら、あー気持ちいいってなった。だいぶしんどかったよな。